はい、皆さんこんばんは。イエーイ。今日は拍手が大きいですね。ありがとうございます。今回もですね、メディカス、ご視聴いただきましてありがとうございます。今日はユースト、今ねこちらユースト流してますけども、Facebook ライブ動画でもね、同時に流しておりますので、ぜひ両方の方でねコメントいただけたらなというふうに思います。今日もですね、素敵なゲストをねお招きしておりますが、その前に恒例のオープニングいきたいと思います。オープニングはですね、はい、私が、メディカスバンドっていうのを作ってました。はいはい、ゲストのメディカスに出たゲストの方と一緒に作ったメディカスバンドの、はい、なんとファーストアルバムのね、はい、1曲目に入ってる曲、ファーストアルバムと言いながら1枚しか出してませんけどね、ファーストアルバムのね、タイトル曲、1曲目に入ってる、私が30代の時に作詞作曲した曲のね、キャッチャーウェイという曲でねオープニングいきたいと思いますので、一緒にね、はい、メディカツスタートで、はい、で右手を、はい、右手をですけどね、メディカツスタートでいきたいと思いますんでね、はいはい、いきますよ、メディカツスタート。忘れていないかい、思い出してよ無邪気で素直なあの時を、グッバイな気持ちのみです、ハロー笑顔のエンジェル、輝き始めるすべての命が、つまずいて倒れても後戻りはしない、立ち上がるよ何度でも明日へ Let's try again、 Goodbye よ秋だ Yesterday、 Hello 負けない Brand new day、 見つけられるさ君だけの道、出かけ飛び出そう翼広げ、ということで、はい、今回ですね、素敵なゲストをお招きしておりますが、こちらです。第360回どんどん夢が叶うメディカスのゲスト、エンジェルカードでおなじみのロータス久江さんです。はじめまして、こんばんは、よろしくお願いします。はい、肩書きは何、はい、どういう、一応このエンジェルカードはなってるんですけど、あなたの心の声を届ける、あなたの、そう、あなたの心の声を届けるメッセンジャーロータス、メッセンジャーロータス、はい、ん、メッセンジャーロータスってどういうことなんですか。あ、メッセンジャーの ロータス、はい、そうです、はい、なるほど、ちょっと長いんですけど、長い、はい、はい、ね、ロータス久江さんということで、はい、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあエンジェルカードっていうのがね、はい、どういうものかっていうこともおいおいちょっと聞いていきたいと思いますけれども、はい、今日はユーストの他にですね、うん、Facebook のライブ動画も同時に配信しておりますので、はい、両方でですねコメントいただけたらと思いますけども、まあ、今日初めてねご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっとこのメディカスのお話をさせていただきますと、はい、メディカスというのは2010年の5月から始まった1時間の対談番組なんですね。毎週毎週素敵なゲストをお招きした対談番組、まあ、これまでにですね、今日までになんと7年間350回以上配信してきたということなんですよ。はい、ありがとうございます。ね、はい、気を抜かないようにね、よろしくお願いします。はい、で、まあ、これまでにね、私の会いたい人、ね、はい、話したい人をゲストにお招きしてたんですけども、うん、憧れの人たちもね、ゲストにお招きすることができたんですよ。はい、まあ、どういう方かと言いますと、何でも鑑定団でね、おなじみのおもちゃの鑑定士、北原照久さん、歌手の岩崎宏美さんね、異邦人でおなじみの久保田早紀さん、はい、ウイスキーはお好きでしょという曲で有名なシンガーソングライター杉正道さん、元巨人 のセカンドの篠塚さんとかね、漫画家の川口海二さんね、うん、まあ、こういった方々、そして今日なんとエンジェルカードのロータス久江さんをお迎えしたと。
ありがとうございます、ね、ということなんですよ、はい、ね、光栄です、はい、はい、ありがとうございます無理やりはしてるんですけど、本当にそうなんですよ、はい、ということでね、はい、で、このメディカスはですね、ユーストを、まあ、メインにして配信してますけども、 Facebook のライブ動画もね、配信してます。で、コメントをいただいたらそれを私が読み上げることでリアルタイムコミュニケーション、ね、うん、はい、このコミュニケーションすることでお互いの距離がぐっと縮まるということで、皆さんのコメントもね、ぜひご紹介していきたいというふうに思ってますので、はい、ただですね、今日ユーストとフェイスブック両方ですから、はい、ちょっと追いつかないと思いますので、もしですね、読み飛ばしちゃう方がいたら本当にね、お許しいただきたいなと思います。でユーストの方ね、早速ですね、コメント来てますよ。どっからだこれ、すごいな、どっからだ、あ、ここだ。村井さん、移動完了。ロータさん、お久しぶり、覚えてらっしゃる？あ、はい、あの、いや、メガネの、いいんですよ、あ、覚えてるんですね、メガネの前の時に、はい、はい、覚えてます。すごいな。石井さん、今日も楽しく拝見します、ありがとう。村井さん、アスコット対しないの、はい、忘れてました。でも、このまま行きましょう。しょうちゃん、こんばんは、ありがとうございます。上山さん、水子さん、こんばんは。ロータさん、初めまして、ね、ありがとう。あ、お正解社長噂をすれば、ナベさん、ありがとうございます。渡辺社長といいまして、元印刷会社の社長でね、私と同じなんでね、非常に親近感を感じてたんですけども、はい、まあ、先日はね、こちらの方にゲストにも出ていただきましたけども、おせっかいサロン、はい、ね、本当にもう素敵な方たちばっかりがね、ね、いらっしゃる。で、そうそうですね。そうで、いや、いいんだよ。おせっかいサロンというのをナベさんがやってて、はいはい、まあ、そこのね、はい、おせっかい、社長のナベさんの、はい、まあ、秘書みたいな、ね、はい、そうですね、こともやられてる、ね、はい、立場でやられてるということで、はい、ね、今日はね、本当来たかったって言ってましたけどね、はい、本当残念でした。近藤さん、水越さん、ロータさん、こんばんはってことでね、広島が今ちょっとね、今日はなんか負けてるっていうことで見に来てくれたみたいですけど、近藤さん、ありがとうございます村井さん、ロータさん、僕の心の声は届きましたか？届きました、はい、はい、ということでね、はい、あったかいのが届きました。あったかいのが、メディカス、まもなく満7年、水越さんの会社はまもなく創業100年。いいこと言ってきますね。あと3年のね、2020年東京オリンピックの年に創業100年、素敵ですね。そしてなんと私が還暦を迎えるというね、そしてメディカスが500回という、うわ、トリプルですね。どうしますか北原さん、ね、何かやらないといけませんね、ね、本当にね、お祝い、すごい。上山さん、Facebook のライブ動画はうまくコメントできない、あ、そうなの、濁点打てない、漢字に変換できない、いろいろ泣いてますね。上山さん、頑張ってくださいね。ユーストの方でぜひ読まさせてもらいます。原田さん、こんばんは、今日もまだ仕事終わらず印刷機械回しながら見てますってね、気をつけて、腕持ってかれないようにね、気をつけてね松永さん、富山からありがとう。水越さん、ロータさん、こんばんは、メディカス大賞ありがとうございました。先日ね、メディカス大賞、はい、松永さんね、受賞されまして、うん、誰の時だっけ、忘れちゃいましたけど、はい、おめでとう。マックさん、メガネの前田 TV は畑田サリーさんの時に来てませんでしたか。サリーちゃん、だって、ね、出させていただいたんですね。ですよね、その前にね、はい、うん、そうですね、はい、はい、あ、だその時にサリーちゃん来てたんだよね、はい、あ、そうです、そうです、うん、はい、そうそういうこと、はい、で、Facebook の、ね、ライブ動画もちょっとコメントいただいてますので、ちょっと読まさせてもらいますね。今日お忙しいね、たくさん来てます。あ、上村さん、あ、コメントがごめん、読んじゃったこれ。赤井さん、こんばんは、今日はコメントできず聞いてますってことね、ありがとうございます。全福さん、創業100年で還暦、メディカス500回が東京オリンピックの年ってことね、そうなんですよね、ありがとうございます。Facebook ライブ動画の方もね、コメントお待ちしてますんでね、またシェアとかしていただけるとありがたいと思います。 Facebook ライブ動画の方ね、シェアしていただいた方の中からお一人の方にね、私の Facebook ライブ動画配信、これが Facebook ライブ動画配信だっていうね、解説した動画をプレゼントしたいと思いますね。これ販売してるやつなんですけどもね、シェアしてくれた方の中からお一人の方にプレゼントしたいと思いますので、シェアお願いします。もこちゃん、ありがとう。ただいま、アイガーとスカイプを終えて戻ってきました。水越さん、先ほどはミスさん、ありがとうございました。ロータさん、はじめまして、ということでね、はじめまして、ありがとうございます。ということで、ロータス久井さんということでね、ご紹介したいと思いますけども、はい、私が初めて会ったのは300回記念の、あ、メディカツの300回記念交流会ね、恵比寿でやりました、はい、あの時初めて、初めてです。え、あの時初めて、そうです、嘘、そうです、そうです、あの時初めて、またいや本当ですよ、本当ですか、はい、そうなんです、そうなんだ、あの時初めてだったんだ、うん、うん、
本当？あ、まあまあいいよね、うん、そうなんですよ、初めて、はい、で、まあ、鍋さんとはね、はい、いろいろ親しくさせていただいてまして、うんうん、でこの間あの実は私がプロデュースしているメガネの前田 TV というのがあるんですけども、はい、そこにご出演いただいて、はい、そうですね、出させていただきました。でその時にも、はい、前田社長にエンジェルカードをね、はい、引いてもらったり、そうですね、はいはい、でまあ、エンジェルカード、はい、エンジェルカードって先ほどからね話出てますけど、エンジェルカードってのは何なんでしょうかね、はいはい、まずですね、自分の気持ちを表してくれるカードです。皆さん聞きました、うん、自分つまり今やってくれてきたら僕の気持ち、はい、そうですね、はい、占いではなくって、うん、あの自分の気持ちを代わりに表してくれるんです。でそのカードが表してくれるのを見ると自分の心の中の本当に思ってる気持ちっていうのも思い出したりとか気づいたりで、やっぱり、このことが思っててよかったのかなみたいな、ね、それを確認できる。なるほど、うん、それって、はい、あれなの、そのもともとは、はい、どっからのあれですか。もともとはね、海外のものなんですけれども、ロードさんが作ったんじゃないですか。私じゃないんですけれども、うん、海外の、方が作られてるドリンバーチュっていう方がね、ユーストで見てる方はね、ちょっとねもうちょっと近くでねお見せしたいと思います、はい、こういうカードがあるんですよ、はい、これがエンジェルカード、はい、いろいろ、まあ、これは、まあ、いろいろあるんですけど、あ、いろいろあるの、今日は、あ、そんな種類があるの、 いっぱいあるんですよ、はい、これはちょっとマーメイドドルフィンって、マーメイドドルフィン、はい、素敵ですね、はいはい、カードでイルカとね、はい、人魚さんが、はいはい、出てる、あ、これいろいろ種類があるわけですね、いろいろあるんですよ、いろいろ持ってるの、あ、いろいろ持ってますね、へ、はい、それどういう使い分けをするんですか、その時の自分の今日はこれを持ってこようかなとか、ロータさんのね、あ、そうですね、ちょっと基本的なこと聞きますけど、はい、なんてお呼びしたらいいんですかね、あ、ロータス、はい、ロータス、はい、なんて呼んでいいのかなと、久井さんじゃない、ロータスさん、ロータスさんで、ロータスさん、ね、はい、大丈夫です、はいはい、なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね、はい、はい、それでじゃあそれと出会ったのっていうのはいつなんですか、はい、そうですね、もう 7,8 年ぐらい前になりますかね、はい、7,8 年前、はい、どういうきっかけだったの、たまたま入ったお茶カフェにあったんですよ、うん、こうちょっとヒーリングカフェがあって、うん、で行ったらこの置いてあったの、そうなんですよ、うん、お試しでできますよっていうのがあって、うんうん、で初めてだったんで、これは どんなものなのかなと思って、うんうん、で試してみたら、うん、そこの人ができてたとか、はい、それやってるとかそういうんじゃなくて、カフェで普通のカフェで、例えばオーナーがやってるとか、ああそうです、オーナーの方がやられていた、もうちょっと今なくなっちゃったんですけども、うんうんうん、そこに行った時に、まあ、このカードをね、うん、ちょっと試しに引いてみたら、うん、なんかちょっと心の中にある気持ちに、うん、あ、ちょっとこう刺さったみたいなね、うん、でやっぱり人っていろいろ悩むじゃないですか、うん、悩んでも答えが出なくて、うん、答えが出ないからモヤモヤしてモンモンしちゃうんだけども、うん、なんかこのカードのメッセージを聞いて、で自分で中で確信したり、うん、あ、やっぱりこのことで思ってたんだなっていうのがすごい分かって、それからどんどんハマっていったんですね、うーん、カードが本当に自分の気持ちを表してくれる、それってだけどあれなの、はい、例えば、うんうん、ロータスさんが、はい、やることによって何かしらこう、また他の人と違った、うん、例えば僕とロータさんがやるから、はい、なんかそういうのができるとか、そういうことなんですかね、うん、まあ、いろんな使い方があるんですけれども、私がしているのはこのエンジェルカードをツールとしながら、うん、ね、まあ、水越さんここに入ってるね、うん、心の声をちょっと引き出してお伝えするっていう、手でこう心持ってドキッと今しましたね、なんかね、やっぱり自分で思っててもそこに触れないままいたりすることってあるじゃないですか、はいはいはい、でもそれがなんか代わりにこれが出してくれてね、へ、やっぱりそうだったのかなとか、心の整理もできますね、なるほどね、きっかけですね、自分の気持ちを知るきっかけの一つでも、はい、でこれ始めたのが何年前ですか、はい、7,8 年前ですね、あ、随分長いことね、はい、やられてるんですね、はい、でもその間にたくさんの方を、あ、やりましたね、やって、そうすると、ね、はい、どうその引かれた方はどういうような反応を示すの、うんうん、反応ですか、うん、言われてよかったっていうこと言われた人と、頭の整理ができました、うん、やっぱりいろいろ考えてしまうと、あれもいいこれもいいってなっちゃうけども、うん、逆にこれを引いたことでヒントになって、あ、今これを今向き合うのはこれなのかなっていうのが分かるようになりました、うんうん、へ、うん、そういうもんなんですね、そうですね、その時その時に合う言葉が出てきます、うん、なるほどね、はい、ユーストの方ね、コメント
ちょっと待って。あ、あ、マークさん。それも存じしてます。おせっかい社長が前田 TV の時にサリーさんはギャラリーだったということですよね。そうそう、そういうことです。あ、相川さん、メディカスに集合しましたということでありがとうございます。村井さん、今日は水越くんがカート引くのだな。だな。引きますよ。僕ね、あんまりこういう、まあ、ね、これ占いとは違うっていう話でしたけども、はい、すごくね、僕あんまりこう好きじゃない、うん、好きじゃないっていうのは、うん、こう影響されちゃう。信じちゃう。何でも信じちゃう。あ、素直なんですね。素直な、はい、ね、いい言葉ですね。いいと思います。あ、上山さん、カード興味あります、うん、今日しっかり見てて。大橋さん、エンジェルカードすごく興味があります。間に合ってよかったです、ありがとうございます。知ってる。大橋さんね、ありがとうございます。渡辺、はい、あ、しおちゃん、ドリーンバーチュー日本語公式サイト、うん、これ何、はい、のドリーンバーチューさんっていう方がこういうカードを作られたんです。そうなんですか。もともとは精神科医の先生なんですね。へえ。精神科医の先生で患者さんに向けてカードでセッションしてたんですけども、うんうん、ちょっと精神的にね病んでる方が多かったので、うん、カードからもこう元気をもらえたり、うん、優しいね色味の、うん、もので、そこ 目からでも癒してもらえるようなカードっていうね作られた。なるほど、はい、カードですね。そういうことなんですね、はい、村井さん、なぜハスの花なんですか。何の話。多分ロータスだからじゃないですか。ロータスがハスだからじゃないですか、うん、なんでハスの花なんですかってどういうこと。ハス、ん、結構私ハスをモチーフに ね、はい、してるので、はい、村さんコメントありがとう、はい、ありがとうございます。上山さん、今まさにこれの整理したいです。こういう方にはぴったりじゃないですか。そうです、そうです。上山さん、はい、この東京来て、うん、ちなみに上山さんは、はい、あっちの方だよね、はい、神戸さん、ありがとう。第360回メディカスおめでとうございます、はい、水越さん、ロータさん、こんばんはってことね、ありがとうございます。神戸さん、神戸と書いて神戸に住んでる、はい、ね、神戸と書いて名古屋に住んでるね、はい、今ギャルにしたさっき聞いたばっかりです。もうすぐ覚えてますね。さすがですね。ありがとう、気がついてもらって。ね、Facebook ライブ動画の方にコメントいただいてますよ、はい。全福さん、ロータスさんのエンジェルカードのメッセージは素晴らしいですよ、うん、セレンディピ TV でもメッセージを導き出していただきました。あ、はい、やったんだ。はい、そうですね。なるほど。全福さんと馬場さん、馬場さん、はい、ハリウはい、ね、はい、はい、そうなんですか、はい、あれ、何で起きてんの。あ、ね、もぐちゃん、ありがとう。あれ、なんでこっち反映されてないんだろう。こっち、あんまいいや。コメントがすごい量ですね。さすがメディカスってことでね、ありがとうございます。もうね、本当にね、コメントをいただけるから盛り上がるね、もう皆さんのおかげです、はい、視聴者の、本当にありがたいね、ありがとうございます。で、じゃあこれエンジェルカードで出会う前は何。出会う前は、うん、医療事務をしてました。え、そうなんですか。はい、普通の内科の受付の事務をしてました。うん、いいですね、はい、こういう方が事務にね受付にいたらね。今日も良かったでしょ。自分じゃ言えないよね。そうですね、なんかね、なかなか言えないよね。わかんないですよね。そりゃそうですよね。変なこと聞いちゃいましたね。それでこれと出会って、はい、うんうん、でもそこを辞めちゃったの。まだ一緒にずっとやってたんですよ、うん、まあほぼ仕事がメインで、医療事務の方がメインで、エンジェルカードの方はまあ少しずつっていう形でやってたんですけども、まあある時、そうですね、この4年ぐらい前に、うん、おせっかいサロンの鍋さんにね、うん、おせっかいサロンに出会って、はい、鍋さんか。そうなんですよ、ね、おせっかいしてくれたわけだ。そうなんです、うん、本当にもう何にも知らない主婦だったので、うん、交流会も出たこともないし、うんうん、起業って何っていうような、うん、もう本当に何も知らない、まあ、私でした。いわゆる起業に対してど素人、何もだ、うん、起業するも何もあまり意識してなかったので、うんうんうん、そこからの、はい、いろんなたくさんのご指導のもと、はい、すいませんね、ちょっと今面白いコメントが来ちゃったもんでね、北原さんから、はい、300回俺も言った、うん、水越くん顔アップにしないで、ロータスさんだったらいい。ありがとうございます。おっしゃる通りですね。さっきこうやって近づいてたからね。ありがとうございます。ということでね、コメントお待ちしてますんでね、あ、
その後ね、はい、宮前さん確かにってカッコ笑いれませんから、そのコメントね、確かにってコメントいりませんからね、はい、ありがとうございます。そう、それで、そうですよ、田辺さんにいろいろたくさんもうコンサルをしていただいて、まあブログを書いたりとかね、あとはいろんなイベントも、そっからやってったの。そうですね、まあ、その前もちょこちょこはやってたんですけど、全くやっぱり顔を出すこともすごく嫌だったし、 Facebook もやってなかったんですよ最初は、うんうん、それがおせっかいサロンに行くようになって、Facebook も始め、自分のあのアメブロも書いて写真も出すようにしたな、なりましたね。鍋さんのおかげでね。そうですね、本当そのきっかけです。本当にね、鍋さん見てないと思いますけどもね、うん、本当にやっぱり人のいないところでこういいことを言ってね、陰褒め大事ですよね。本当鍋、だって BBTV もね。そうなんですよ、あの BBTV っていうやっぱり自分 TV ね、はい、これインターネットの、はい、テレビ、はい、これをまあ会員さん向けとかね、そうですね、まあ、一般の人にも見れるようにとか、はい、その BBTV っていうのをね、はい、やられてる。そう、もう2005年か、あ、そんな、そうです、ね、2005年の1年1月からだったの で、ね、今度で28回目になりますね。あ、素晴らしいですね、はい、まあ、それも活用しつつ、 で、ね、でそれで、はい、まあやめて、そう、ちょうど、まあ、あの節目の年がこう近づいてきたんですよ。あ、ね、ね、うん、でその時にまああと残りの人生をね、うん、まあ、今の医療事務を続けていくのか、エンジェルカードをしていくのかってね、ちょっと考えたんですよ。なるほど。そしたら、医療事務の仕事も好きなんですけども、やっぱりエンジェルカードでやっぱり皆さんの心を開いて、でみんながこう幸せに、ね、なっていただきたいなって、その仕事の方を、あの、選びましたと、はい、ね、分岐点ですよ皆さん、ここで誰と出会うかと、ね、どういう決断をするかね、そうですね、素晴らしい。そこで鍋さんと出会ったことはね、大きいですね。大きいですね、はい、鍋さん見てないと思いますけどもね本当、でも本当、はい、そういう意味では、うん、その決断が正しかったと。そうですね、ね、うん、本当、うん、今こうしてメディカスに出れてるわけですから、うん、医療事務にいたら出られませんよここ。そうですね、もう本当に自分でも喋ることもしてなかったし、どんだけ言うんだって感じですけどね。いやいやいや、本当にものすごく、だからその医療事務をしていたら出会えない方たちにものすごくたくさん、それはあるよね、はい、うん、はい、だから、あの、自分の好きなことを仕事にするっていうのはすごく大変でね、うん、勇気のいることですけども、うん、やっぱり好きだから苦労も苦労じゃなくなってくるし、うん、ね、なんかよく、あの、努力する努力するっていうけども、うん、好きなことって努力って感じないでね、うん、好きだからやってるっていうのはね、うん、ことありますよね。そうですね、うん、まあ、大変だけどもね、責任が自分にね全部来るわけですからね、うん、どうしてもね、その、はい、気になるコメントを打つ方がいらっしゃいましてね、はい、あ、俺顔なくてね、みんなが幸せになるという考え方がいいね、人生は出会いと決断だね、ありがとうございます。北原さんのコメントでございます。嬉しいですね。嬉しいね。でも本当に北原さんのね、そういうお考え、あの、本とかからね、本当に僕もね、いろいろ、あの、学ばせていただいております。本当にありがたいですね。もうおっしゃる通りですよ。本当にね。まあだからそういうことで、はい、まあ、エンジェルカードを始めて、いろんな方にエンジェルカードでね、はい、まあ、その方の、なんていうんですかね、背中を押したり、アドバイスをということでね。はい、で今日なんか、はい、私も、はい、あの、もしよければなっていただきたいな、ね、と思いましたね。あの、ね、ね、うん、もこちゃんがね、はい、私もすっきりしたい、やっぱりギャラリーに行けばよかったね、言ってますけど、どこでいつもやられてるんですか、大体。浅草橋ですね。浅草橋のおせっかいサロン、はい、と、あとはホテルのキャラ、ラウンジでやったり、ホテルのラウンジとかね、やってますので、はい、ぜひね、どうやってお問い合わせすればいいの？Facebook か、あとはアメブロですね。アメブロ、ちょっとね、はい、多分今ね、今日は米谷さんがいないから、アイガーさんか、マックさんが多分ね、アメブロのリンクをここに貼ってくれると思います。そうですか、あなたの心の声を届けるメッセンジャーで出ると思います。あなたの声を届けるメッセンジャー、アメブロね、はい、誰が一番早いかな、リンクお願いしますね、よろしくお願いします。あと Facebook ライブ動画の方もね、はい、皆さんシェアしていただけると、うん、シェアしてくれた方の中からお一人の方に私のですね Facebook ライブ動画の配信方法これぞっていうのをね、うん、オンラインの動画がありますから、そのリンクをお教えしますんでね、それで皆さん Facebook ライブ動画始めてくださいね、うん、はい、あ、
ね、上山さん忘れたんですか、兵庫ですよ、ね、はい、覚えてますよ、ちゃんと兵庫あそこあたりかなと思って、はい、東京行きたいですね、来てください、はい、また会いましょう、神戸さん、水越さん、またまた恒例のご紹介ありがとうございますね、神戸さんありがとうございます。村井さん、おせっかい社長がいないのはすごく珍しい、うん、ね、本当残念がってたのね、本当そうなんですよ、うん、本当申し訳ないです、本当に残念がってましたよすいません、もう本当にね、鍋さんと話できない残念、もこちゃん、水越さん、今日もやっぱり男前だ、定型文ね、ありがとうよくわかんないけど、村井さん、ロータスさんって藤真理子さんにそっくりですよね、あ、そうですか、似てますよね、はい、そうですか、似てます、藤真理子さんね、はい、知ってますか、はい、有名な女優さん、有名な女優さん、はい、ね、あ、神戸さん、ロータスさん、はい、うん、自分の人生の時間を大切に丁寧に穏やかに力強く生きていたいですですね、うんうん、神戸さん、ちゃんとフェイスブックをねチェックしてますから、すごい、そこに書かれてる言葉ですよね、はい、ありがとうございます、この言葉は好きと、うん、本当に、ね、誰の人生じゃなくて自分の人生なので、どうね生きていくかっていうのも自分自身でね、うんうん、決めればいいし、ね、うん、穏やかにやっぱり丁寧に生きるのがね、いいと思います、はい、ももちゃん、あなたの声、あなたの心の声を届けるメッセンジャー、ロータスのブログ、エンジェルカードセラピストがあなたと大切な人の心を開く深海術スクールを運営しています、はい、今深海術スクール、まあ、その前まではエンジェルカードセラピストスクールだったんですけど、深海術って言って心が開くとか言ってね、はいはい、深海術、はい、の、まあ、それもエンジェルカードをツールとしながら、スクールになってます、なるほど、うん、これを使いながらね、うん、やっぱり相手の人の心を開いたり、うん、自分の心を開いたり、うん、あとは、心の EQ、うん、で心の EQ って、心の知能指数ってあるんですよ、うん、IQ は頭じゃない、知能じゃないですか、はいはい、EQ、 うん、心の EQ をどんどんと広げていただきたいなと思って、そういうのもやってます。あとは婚活にね、行かせてもら、行かしてもらったりとか、今の言葉でビビッときた人がね、はい、今日もね何人かいらっしゃるみたいですけどね、うん、あとですね、セルフセラピーだったり、うん、セルフコーチングですね、自分が今何をしたいのかなっていう、ちょっと自分自身を振り返る時間っていうのもすごく大切なので、それをスクールの中でね、やって、はい、で、もこちゃんはね、アメブロリンク貼ってくれました、うん、ぜひ皆さん読者登録をね、していただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あ、上山さん似てらっしゃいますって藤真理子さん、あ、ありがとうございます、へー、はい、とか言っちゃった、すいません、いや僕よく知らないんですいません、多分美人だというのは分かりますけどカイさん、はい、私も医療業界にいましたが、はい、外に出てみるといろんな人にと知り合わせていただいて感謝です、うん、そうなんですよ、うん、なんかそこにいるときはそこが一番のせ、ね、広い世界だったと思ってたのが、出てみたらもうもうもっとこんな世界があるんだね、本当に皆さんに感謝です、うん、感謝ってことはいいですね、あ、ゼンプさんもね、はい、ロータスのブログということで貼ってくれました、うん、ありがとうございます、はい、でそこのブログとか行けばお問い合わせとか、ね、はい、やってます、やってるい書いてあるのと、スカイプでもね、スカイプでも、はい、セッションできるわけね、セッションやってますね、はい、ぜひ皆さんお問い合わせいただけたらというふうに思います、うん、心の整理をしたい方ね、はい、なんかこれからこういうことしたいんだけどもちょっと聞いてみようかなとか、はい、そういうのもありですね、そうですね、ありですね、話すことで自分が迷ってても話をすることで自分の中でも整理ができるんですね、なるほど、自分が言った言葉で自分が気づくこともすごくあるので、そういう時間を持っていただいてます、ね、はい、で、うん、村井さん、すいません、このコメントの意図がビビビビって言ってますけどちょっとわからない、こうごめんなさい、こう話が流れていっちゃうからどの話でのコメントなのか、ね、主語がないとわかんない、ごめんなさいね別に村井さん冷たくしてるわけじゃないんでごめんなさい、あ、池上さんが、はい、EQ って初めて聞きました、あ、はい、そうです、うん、IQ と EQ ってあります、肉球じゃないですね、違うんですよ、違うんですよあ、EQ ね、で心はやっぱりいつでも変えられるし、うん、広がるじゃないですか、いろんな気持ちを知ったりとか、はい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 、自分の中でのその振る、ね、立ち振る舞いだったり、うん、いろんなものがどんどん増えるので、うんうん、それも学んでいただけるスクールになってます、
ね、はい、あ、しおちゃん読者登録させていただきました。ありがとうございます。上山さんめちゃめちゃ美人ですね。ありがとうございます。そしたら、はい、あのちょっとそのエンジェルカードをね、はい、やってみましょうか。はい、やってみますかね。実際にあのやるような形でやっていただいて結構なので、はい、でまずもし、じゃあ このカードは水越さんの気持ちをね代わりに表してくれる。あのちなみにここはあのどこですか、ホテルの一室ですか。あ、ラウンジね。一室じゃないね。ラウンジになってます。はい、一室じゃないですよ皆さんね。ラウンジですからね。ラウンジでございます。はい。はい。はい。でこのカードは、水越さんの、気持ちをね代わりに表してくれるカードになります。はい。はい。わかりました。はい。で何か聞いてみたいことはありますか。何かカード。ね、一つなんですかねこれ。一つですね。一つね。はい。ちょっと迷うな、聞きたいことね。迷います。何だあのね、はい、まあ、僕もじゃあ仕事のこともそうですけど、はい、あと息子のこともね、はい、知りたいですね、うんうん、じゃあ今日じゃあ息子さんにしましょうかね。そうですね、はい、そうしましょう、はい、じゃあまずねこのカードを水越さん自身が持ってください。持って、はいはい、でこう自分の胸にこうやってね当てて、そうなんだ、ね、息子さんの名前あの心の中でね言って、はい、あの息子さんについてに続いてのメッセージ、うん、お願いしますって、うん、こうちょっと願いをここに込めてください、はいはい、ここに入れてね。目をつぶってもいいですかね、はい、いいですね、はい、どのぐらい終わったら私に返します。はい、はい、じゃあこれでね私が今引きたいと思います。ドキドキする、ね、あの皆さんねこれあの実際にロータスさんにねお願いした場合こういうような形でやるというのが、はい、実際に見ていただけるんでね、はい、今引きました、はい、でね今引いてる時にちょっとこれだけボロボロってこう出たので、うん、これもあの意味があるカードになりますので、全てに意味がある。そうなんですよ、うん、まず一つこのねこういうカードが出ました。はい、うん、あ、じゃあ、あの Facebook ライブ動画の方はそっち見ていただいて、はいはい、ユーストの方はこっちでね、見ていただこうと思います。こちらですね、はい、はい、ね、はい、うん、これはですね、はい、自分が本当に何をしたいのかしっかりと考えましょう、ね、これよく見ると人魚が鏡を見て、はい、見てますよね、はいはい、うん、だからちゃんと自分が今何をしたいなのしたいことなのか、自分がこれからどうしたらいいのかなっていうのを、そうなんですよ、うん、うん、あの慌てないでね、はいはい、ゆっくり考えてくださいっていう、はいはい、ちょっとあっちにも見せていただいていいですか、はい、そういうカードになってます、ね、はい、人魚が鏡を見てるっていう感じですね、うん、はい、ね、はい、もちろんねいろんなことを考えてるんだけれども、はい、本当にね、はい、本当に自分が何をしたいのかなって原点に例えば戻る、はい、うん、はい、っていう、まあ、一つカードが出ました、ね、はい、でアドバイス的なカードっていうのはそうですね、でこれまずこちらこれはあのちなみに息子はですね今年高校を卒業して、はい、まだ進路がちょっと決まってなくて、これからどうしようかなと、うん、いろいろ考えてるところですね、はい、でこれがねアドバイスカードっていうのがフレンドシップっていう ね、うん、ね楽しみましょうねっていうね、うんうん、あの人魚がこう上にいて下にもこうねあの、はい、いるじゃないですかこう、人魚が人魚も上で遊んでもいるし、はいはい、下でも女の子と、はいはい、あのま、マンタか何だろうねこれはね、あのジュゴンみたいな、ジュゴンみたいなね、うん、一緒にいて、はい、うん、これっていうのはあの楽しみましょう、だから真剣にね、もちろんさっき言った、はい、こちらでね真剣に考えるももちろん大事なんだけれども、はいはい、あまりにも考えすぎちゃっても、はいはい、いいアイデアってなかなか出てこないじゃないですか、うん、余裕を持って楽しみましょうと、そうですね、うん、一つのことに対して答えが出ないまま考えてるといいアイデアっていうのが出てこないので、はいはい、それを出してあげましょう、楽しみながらね、はい、リラックスしながら、はい、あの考えてみてくださいっていう、なるほど、そうするといいアイデアもひらめきっても出てきますよっていうのになりますね、うん、はいはい、でそれから今度はこっちです、はい、これはね一応ウェイトっていうね、はい、ウェイト、はい、これはあの、はい、諦めないでね今すぐ決めなくてもいいですよって、はい、あ、なるほどなるほど、うん、これはね待ってっていう意味、まあ、一番わかりやすいのは、はい、待ってくださいっていうカードなんですね、はいはい、ただ待つっていうのはねどうしようかなっていろいろ考えてるのを諦めないでゆっくり考えていいよって、うん、なるほど、うん、急いで急がなくていい、答えを出さなくてもいいよ、出さなくてもいい、わかりますね、うん、はい、ね、あの自分の人生なので
ね、まだ若いし、うん、早急にあれもこれもって考えなくてもいいんですね、うん、なるほどなるほど、うん、動き 物事が動き始めたらお若いのですごくいろいろといろんなこともできると思うんですよ ね、 なるほどね。今は本当に準備段階なんで本当にしたいこと の、 あのそう自分の中にあるものを、うんうん、あの見極めるとき、うんうん、だけどもうできないかもとかって思わないでねっていう、うんうん、はい、でその後に、これですね、はい、これはこれですね、これは、決心決断っていうカードなんですよ。ただまあ決断しましょうって言うと、強いので、はい、決めましょうってとこからいきましょう、はい、ね、はい、ちょっと見せてもらって、うん、決めましょう、うん、これはこれは、うん、ね、まずだからまず流れとしては、はいはいはい、これでねじっくり考えましょう、はい、だけどこれで楽しみながらね、うん、いろんなアイデアも出してごらんなさいっていう、うん、でその後にね、そんなにすぐに答えは出さなくてもいいよって、うん、なんだけども最後にはどうするかを決めようねって、うんうん、なるほど、決めると流れになってるね、うん、そうなんですよね、うん、決めるから入って決心になって決断っていう、ね、いきなり決断してくださいって言われてもでなかなかできない、まあ、待ちましょうっていうことだから多少、うん、あの余裕を持ってね、うん、早急に決める必要ないよ。そうです、素晴らしい答えですね、うん、まさにもうその言葉を送りたいですね、うん、なるほどなるほど、うんうん、多分いろんなものが多分あるんですよね、いろんな可能性があって、はいはい、その中でもやっぱり何が一番いいのかってやっぱり考えるけれども、うんうん、もう諦めないでね、多分楽しみながら考えてね、うん、なるほど、うん、でも最後決めるとね、物事がそこに進む、一つ決めると、うん、その次が順番に決まっていくので、なるほどね、うん、そういう今みたいに、はい、こうその人に解説してやってくださるわけですね、はい、うわー、うん、すごくいいですね、これもしかして、あ、そうです、皆さん受けていただいたりもあるし、あのこのお二方はあのスクールの生徒さんでもあるんです、はい、もう卒業されたんですけれども、スクールの生徒さんってことはできるってこと、はいはい、そうですね、できるんですね、できるんです、そうなんだ、はい、へー、そうなんです、今5期生が今始まっていまして、まず彼女はすずさん1期生で、1期生でちょっと、はい、じゃあ一応ねこちらの方で、はい、すずさんがご紹介しましょうね、はい、ユニコーン画家のねメッセンジャーすずさんがユニコーン画家でもあるんですけれども、素晴らしいユニコーンの絵をね描かれてる、ユニコーン、こんな可愛いユニコーン描いてますね、はい、でスクールの1期生、1期生、はいはいはい、もう一回お名前なんで、すずと申します、ユニコーン画家のすずと、すずさん、はい、はい、で、で、ですね、はい、まず、はい、税理士法人ホップ、人形町にあります、はい、ホップのね、これ働いております、はい、鎌田さんって鎌田さん、鎌田博子さんですね、鎌田博子さん、はい、ちゃんとそれ用意してんの、いつも、すごい、今日はたまたま用意したの、カバンにありました、そうなんですよ、税理士法人ホップ、はい、鎌田のおもてなしブログ見てください、はい、ね、はい、で元々は某テーマパークのね、はい、はい、で働いてキャストで、ちょっとテーマパークっていろいろありますけど言っちゃまずいのそれ、裏東京の端の方にあるもう上がりましたね、はい、さっきコメントしてくれた人も元キャスト、あ、そうなんですね、はい、嬉しいですね、はい、わかりました、で今度5月にはねセミナーも、はい、はい、何のセミナー、おもてなしセミナーというのがありまして、はい、このブログでちょっと見ていただけると、はい、嬉しいです、ね、それアメブロですか、そうです、蒲田のおもてなしブログ、誰かリンク貼ってください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、で、シナモンさん、はい、はい、今までメディカスにもね、はい、ギャラリーで何とか来ていただいて、はい、アロマの専門家、アロマの専門家、はい、アロマの専門家、ね、ブログやってる、あ、やってます、何、なんていうブログ、虹の日だまり、ひらがなで全部、はい、もう一回お仕事は何でしたっけ、アロマスクール、アロマスクールですよ、ね、それアロマスクール、スクールなの、スクールやってます、もうスクールもやってますね、はい、皆さんね、ということで、はい、ね、今日、ギャラリーの方々もこういうふうに来ていただいております、はい、ありがとうございます、はい、で、エンジェルカード、はい、素晴らしいですねこれね、なんかね、
グッときましたね。なんかね、その厳しい言葉がないんですよ、うん、まず、なんでこう今グッときたかというと、はい、まあ、息子この間卒業したんですけど、はい、大体みんなほら大学ね決まっていってるし、はい、まあその息子の友達も 100% も大学行ってるんですけども、はい、美術系の高校なんでね、美術系の大学行ってるんですけども、はい、まあ、息子はその行かないで、うん、コマ撮りのアニメーションをね今作ってるんで、うん、はい、それを今そのイギリスの方でね、はい、の会社とにで働きたいっていう夢で、で大学行かないで今そっちの方と今連絡取りながら、はい、でも何にも決まってないんですけどもね。だから息子としてはそのみんな学校行き始めてるのに自分はまだ全然行ってないっていうことでいろいろ不安だと思うんですけどね。でもまあ焦らずにっていうことでね、まあ、その言葉を送りたいなと、ね、今言っていただいたことをちょっと伝えたいと思いますんでね、はいはい、本当にだってね、自分が 大切にしたいものって、うん、すぐにはなかなかできない、作り上げられないじゃないですか、大切なものこそ、ね、はいはいはい、うん、だからそれが今一番の準備段階、もうね、うん、本当にこう嬉しい答えでしたね、今ね、まさにその通りだなと思ってましたね、うん、もうグッときちゃいましたね、うん、素晴らしいですね、エンジェルカード。またね、このロータさん見つめられながらね言われると ねホテルの一室じゃない、ラウンジで、すいませんね、しつこくてね。あ、すごいたくさんの方がね、はい、あ、ゼンプスがね、うん、ロータスさんのトゥデイズメッセージもいいですよ、はい、これ何、アメブロのね、はい、私のアメブロ見ていただきますと、うん、下の方に、うん、トゥデイズメッセージっていうものがあるんですよ、うん、でそこをリンクしていただきますと、うん、自分の誕生日を入れると今日のメッセージって出るんですよ。そうなんだ、はい、それをちょっと見ていただければ、あ、これですね、はい、こういうちょっと見せようか、こういうのがあるんですよ、これね、はい、あなたの声を届けるメッセージはロータスで、はい、メッセージを作成しました、はい、このね、クリックしてみてっていう、このピンク色のほうが、ん、アメブロの、そこに入ってあるので、はいはいはい、そこをクリックしていただくと、はい、これをクリックしていただくとメッセージが出る、はい、でそこに自分の、お誕生日をね、はい、入れていただくと、はい、今日のメッセージっていうのが出るので、ぜひ皆さんアメブロをまずね、はい、チェックしてください、はい、あ、神戸さんはね、ロータさん、今という瞬間は二度とない今だけの特別な体験、うんうん、これも言葉を、さすがですね、神戸さん、すごい素敵ですね、生田さん、ロータさんの言葉、自分が言った言葉で、うん、自分がで気づく、うん、本当そうですね、ありがとうございます、うん、嬉しいですね、生田さん、ありがとう、うん、まあ、すごい、翔ちゃん、EQ、心の知能指数、心の知能指数とは自己や他者の感情を知覚し、また自分の感情をコントロールする知能を指す、うん、解説ありがとう、ありがとうございます、村井さん、自分をよく見つめる時期ぴったりじゃん、まあ、本当そうだね、うん、村井君のおっしゃる通りです。上山さん、カード習いたい習いましょう、スカイプでもね、カードのスクールはやってますので、あ、やってんの、やってます、一人今ね大阪でね、これはね、はい、絶対やってます、やった方がいいですよ、はい、スカイプでぜひね、その遠く離れてもできますからね、うん、できます、できます、アメブロに出てんのそれ、あ、出てます、出てます、はい、アメブロチェックだよ、はい、みんな、あ、しょうちゃん、ユニコーンガガさん、フェイスブックでお見かけしたことが、そうなんだ、ありがとうございます、あの絵、僕もさっき言ったのよ、うん、あ、見たことあるよ、はい、と思って、うん、ねえ、しょうちゃん、蒲田のおもてなしブログリンク貼ってくれてますよ、ありがとうございます、ね、あ、すごい、あ、ユニコーンの尻尾も貼ってくれてますよ、しょうちゃん、ありがとうね、さすがだな、ありがとうございます、村井さんがね、シナモンさん、おひさーっつってますけどね、村井さん、まあ一浪してると思えばいいのだと、もず君に言っておいてね、本当そうですよね、僕もそんな焦ってませんし、息子もそんな焦ってませんけども、今の言葉はね、また非常にこう、なんて言うんだろう、勇気づけられてるかね、うん、あ、ヨッシーありがとう、水上のカメラマン、ヨッシーです、こんばんは、間に合いました、海の中から、はい、波の写真を撮ってる、海の中に入ってカメラは海の上で、はい、そこから写真を撮ってるっていうね、はい、でも、うん、ミュージシャン御用達のカメラマンでミュージシャンの写真とかいっぱい撮ってる、はい、でメディカスの300回も実はヨッシーに撮ってもらってますよね、そうだったんですね、
え、しおちゃん、3人目の方を聞き逃してしまいました。しなもさんのブログはなんていうブログだっけ。虹の日だまり。虹の日だまりだそうです。はい、ひらがなで、ね、しおちゃんがね、はい、虹の日だまりって全部ひらがなだそうです。うん、秋山さん、やりたいことがまだ見つからずに大学に通い始めた友達よりはっきりのはっきりやりたいことが決まっているモズ君の方がずっと先を言ってますよ。ありがとうございますね。あのハンドルネームモズっていうことでね、あのテレビにもいろいろね出させていただいてましたね。本当にありがたいことね。嬉しいですよ、うん、この間あの、うん、さっき言ったその読売新聞にね、はい、あの僕とその息子のことが5回連続で連載されたんですけども、はい、あの結構ハガキとかね、うん、送ってきてあのすごい感動しましたとかね、うん、あの新聞はまた違ったこう反響があって、あ、そうですよね、今まであの、うんうんうん、テレビでもネットでも出ると、うん、大体あのメッセージとかあのツイッターで来たりとかね、はい、だったんですけど、はがきとかで新聞の、ね、反響があるっていうのはすごい面白いなと思いましたよね。上山さん、スカイプでやりたいです。ぜひ本当にご連絡ください。上山さん、連絡してください、はい、よろしくお願いします、はいね、はい、嬉しいですね。これがね、ここトゥデイズメッセージこう押します、はい、あ、ちょっと待って、うん、ちょっと今 見せるから、ここね、はい、ここを押します、はい、押すとこれが出ます、はい、で例えば今日、あ、誕生日入れるわけね。そう、水越さんは10月の、はい、20日10月の20日をここでこうやってねやるとね、はい、こう入れます、はい、で送信すると、うん、ちょっと待って、バッテリーが落ちて、うん、あ、ごめんなさい、うん、ちょっと待って、はい、あれ、なんでだろう、あ、ごめんなさい、カメラずっと切り替えちゃった。ああごめんなさい、ちょっと待ってね、うん、ちょっと待ってね、うん、あれ、なんでだろう、ループってならないですね。ならないね。なるよね。うん、普通入れたらね。うん、あ、はい。じゃあもう Facebook ライブ動画も押したら押したで。すいません。買いますか。買います。さすが。さすが。ありがとうございます。ちょっとできるかわかんない。あ、これいきそうだな。うまいな、なんでだろう、ちょっととりあえずそれでこれ使えます、いや、多分ね、なんだろう、普通来るはずだよね、うん、様子を見て、とりあえず、ね、あの Facebook ライブ動画の方落ちちゃったらごめんなさい、はい、そのまま行きます、はい、ということで、ね、今何の話でしたっけ。あ、そのメッセージ、あ、メッセージ、そうそうそう、メッセージ、メッセージを入れて、お誕生日入れて、はいはいはい、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、はい、お誕生日入れました、入れたら今日はこういう字が出ます。敏感っていう字ね、うん、はいはい、こういう字は出るわけね、はい、その人によってね、はいはい、で今日の水越さんは今日はちょっと感情的になりやすい日かもしれませんねって、うん、心を平安に保ちほっと一息入れましょう、そういうのが出てくるということですね、はい、うん、ありがとうございます。その入れた当然人によって違ったね、そうです、お誕生日ごとに違うのでね、はいはい、それがアメブロのトップページにあるっていうことね、はい、下の方ですね、あ、下の方ね、はい、あるので、はい、見ていただければと思います。ぜひ見てください、はい、ということで、はい、ちょっとですね、はい、そしたらちょっとコーナーを変えたいと思いますので、はい、最後のコーナーをいきますんでね、はい、最後のコーナーはこちらだと、ちょっと右手で、はい、もう一回ね、こちらだといきますね、はい、いきますよ、最後のコーナーはこちらだ。はい、ということで、はい、最後のコーナーはこちらになります、
私の夢ということで、はい、これあのどんどん夢が叶うメディカスという番組なんですね皆さん、はい、ゲストの方をお招きした1時間の対談番組ですけども、はいはい、ゲストの方の夢、うん、そして、うん、今日ギャラリーでいらっしゃる方の夢、そして視聴者の方の夢、そして私の夢、うん、みんなの夢をどんどん応援していこうと、はい、実現していきましょうよということで、どんどん夢が叶うメディカスという番組でございますけども、はい、さあロータスさんの夢は、はい、夢はですね、今、変わっていく人々っていう、タイトルで、今までセッションを受けていた方たちのねお話をちょっとこう小説風にして書いてるんですよ、うん、小説風に、だからあのこういう人、こういう人がこういう経験をしてこういう言葉によって、うん、こういうふうに気持ちがこうなりましたっていうのをちょっとこう小説風に、うん、書いているんですね今、はい、今アメブロにも載せてるんですけれども、うん、今 5話までいってるのかな、うんうん、それをいずれちょっと出版をしたいなと思いまして、はい、いいですね、はい、出版ね、うんうん、それをしたいなって思います。なるほど、それをまたね読んでいただくと、あ、こう いろんなパターンがね、いろんな方々がこれからもっと書いていくんですが、それを見て、それは何で、ね、あれなの、うんうん、エンジェルカードで、はい、出会った人でしょうかね、そうですね、はい、だから見ていただいて、あ、こういう人がこうやって変わっていくのがこういうきっかけでねっていうのを見ていただくだけでも、ね、はい、気持ちも変わるかなって思って、はいはい、それって、はい、いつ頃とかっていうのは予定とかってあるんですか？あ、出版のですか？いつ頃したいとかっていう希望を、そうですね、エンジェルカードやりましょうかねえ、それもいいよね、私がやってどうすんだみたいなことですね、いやいやいや、ね、でもなんかこういつ頃とかあるんですか？ねえ、年内、来年、年内はちょっと難しいかな、来年かな、来年ね、うん、来年にはそれ実現しそうですね、はい、へしたいですね、はい、はい、あ、ですねあの Facebook ライブ動画のねコメント皆さんありがとうございます、はい、岩木さん、あなたの心の声を届けるメッセンジャーロータスのブログ、エンジェルカードセラピストが、あ、ここにもあ、ごめんね、リンクがあるのね、ありがとうございます。あ、谷垣さん、谷垣くんありがとうね、水子さんマレーシアから見てます、マレーシアから、嬉しいじゃないですか、谷垣頑張ったな、うん、ありがとう。北原さん、穏やかに丁寧に生きる、テミアンの歌で夢はたった一つ、そう、穏やかに生きること、モズくんはすごいよ、俺のギターはモズライトね。もう本当に北原さんありがとうございます、すごい、水越くんがいなくなった人形だけでもいいってね、さっき俺がここいなくなったね、ありがとうございます。あ、全福さんがね、蒲田のおもてなしブログをここでもリンクしてくれてますね、ああ、ユニコーンの尻尾もリンクしてくれて、はい、虹の日だまりもリンクしてくれてね、全福さんありがとう。北原さん、きっと出版できるよ、うわ嬉しい、楽しみにしてるね、思います、もう北原さん、はい、本当にありがとうございます、ありがとうございます、もう毎週コメント欲しいな、北原さんありがとうございます。あ、アロマの専門家、うん、シナモンのリンクも貼ってくれてますよ、はい、ありがとうございます。ということでね、はい、その夢を、ね、うん、北原さんが今ね、コメントいただきましたように、はい、出版できるよということでね、力強い言葉をいただきましたけども、うん、はい、ぜひねその夢を実現できるように、このあのどんどん夢やからメディカスでゲストの方にこうやっぱ語ってもらうんですけどね、はい、あの叶うという字は口偏に10と書いてね、はい、口で10回以上言いましょうというふうに北原さんが申しておりました。はい、これ言わないとね怒られちゃいますからね、はい、で私もねこの番組で夢、あの言葉にするその夢が叶ってきたということで、うん、あの北原さんと本当にまだ全然ね、あのそういう関係っていうか、そういう、はい、お会いしたことがある、あ、会ったことはある、あ、お会いしたことあるんですけども、はい、そんなとてもお誘いできるような関係じゃないときに、うん、この番組の中でカメラに向かってね、はい、北野さん、メディカスいつか出てくださいねって言ってたんですよ、うん、でそれが本当に実現してね、北野さんにねご出演いただいたって、これ語るっていうことはすごく夢実現するためには ね大切ですから、うん、だからもう強制的にここでね夢を語ってもらうと、うん、みんなにね、うん、はい、ということですね、どんどん夢が叶う、だからこの番組出た後に本当にね、はい、うん、出版決まった、あのテレビに出たとかね、もうそういうあのたくさんいらっしゃいますから、はい、ぜひですね頑張っていただきたいなと思ってます、よろしくお願いします。ヨネさん、あれ Facebook ライブ動画もパソコンのソフトウェアで送信中ですかって、今ねスマホでやってます、あとどのぐらい持つか分かりませんけども、スマホで今やってますんでね、
はい、ということで、ちょっと待ってね、今ね、ロータさんの夢をお聞きしましたけれども、はい、何かそのこう、あ、そうそう、今日ね、そう、うん、あのメディカスというのは、はい、コメントくださった方の中からお一人の方に、毎回毎回ゲストの方からね、はい、プレゼントを差し上げて、お、なんか言った、ちゃんと言った、今間違ってなかった、大丈夫です、はい、コメントくださった中の方からお一人の方にゲストからプレゼントを差し上げるということなんですが、今日のプレゼントは、はい、メディカス大賞でございます。はい、今日はですね、こちらあのロータスの一刀両断っていうものをやってるんですけれども、これは一問一答、はい、で15分間で、お答えします、エンジェルカードで、はい、エンジェルカードでお答えしますというイベントをあのやってるんですけれども、はい、今月はね26日水曜日、はい、おせっかいサロンの方で4月26日、はいはい、3時から9時まで、はいはい、おりますので、はい、こちらの方にねいらっしゃれる方、浅草橋なんですけれども、はい、浅草橋のおせっかいサロンですか、はい、ね、ついでにねおせっかい社長はどんな人なのかなっていうのもちょっとお会いでき、あ、ね、会えるし、いね、はい、こちらに、そこに来ていただくと、はい、こちらを一刀両断を、はい、15分プレゼント、はい、プレゼントいたします、ということですからね、はい、ぜひ皆さん、今まだ時間ありますからコメントください、その、はい、今日いただいたコメントの中からお一人の方選んでね、はい、もし興味あったらね、あ、私行ってみたいとか興味あるって書いていただくと、はい、当たる確率がぐっと高くなりますんでね、もしご興味のある方はぜひ書いてみてくださいね、はい、であと、はい、まあ、ここに来れない方でもね、はい、さっき言ったようにそのエンジェルカード、はい、深海術のスクールだったり、ね、セッションの方も、うん、受け付けてますんでね、はい、はい、アメブロの方からね、はい、お問い合わせいただけたらというふうに思ってますんでね、はいはい、あ、そうそう、ヨナヤさんね、うん、Facebook ライブ動画ね、今スマホからやっておりますけどもね、はい、うん、はい、今日はスマホとね、Facebook、あ、いや、ユーストリーム両方でね、配信させていただいております。はい、で、今日ね、ギャラリー、もう一回ね、来ていただいた方々をね、ちょっとご紹介したいと思いますけどね。今、座り直しましたけどね。一応、今度こっちから行くかね。はい、まずギャラリーね、シナモンさんね。シナモンさん。はい。アロマ、ね、専門家、アロマスクールをね、やられているということで、さっきもブログね、皆さんリンクしてくれましたから、見てくださいね。はい。で、こちらね、はい、はい、税理士法人ホップ、はい、蒲田の本田先生を見てください。多分皆さんかなり見てると思いますから、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。それでエンジェルカードもできるというね。はい。ね。はい、で、こちら。ユニコーン画家のすずです。ユニコーン画家のすずさんですよ、はい、皆さんね。リンクありがとうございます。はい、ということでね、皆さん今日ギャラリーありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうでしたか、いかがでしたか、メディカツは。楽しかったです。ありがとうございます。本当？ありがとうございます。もうね、あっという間1時間ですからね。本当にありがとうございます。ね、ということでね、はい、ちょっとコメントをね、ユーストの方ね、ちょっとユースト置き去りにしてたな、ごめん。どっからだ、あ、ここだ、うん、もこちゃん、水上カメラマン、今お風呂に移動しました。なんでわかんのこれ。あ、今日は寒かったから体が冷え冷えなんです、うん、ね、はい、あ、違う違う、水上カメラマンって、あ、クエスチョンマークだったね、はい、あ、もこちゃんがね、はい、なんかよくわかんないけどありがとう。あ、ね、どんどん前からメディカス、あ、ヨネヤさんね、間に合った、着席なう、ロータさん、ね、こんばんは。あれ、ヨネヤさんと会ったことあんの？一度お会い、あのね、サリーちゃんのこの前ライブで、ああ、初お会いしました。あれ、はい、ヨネヤさん、あ、そうそうそう、そうなんです。あれ、なんでヨネヤさんがサリーちゃんのライブ行ったかっていうと、うん、サリーちゃんが出た時に、はい、メディカス出た時に、うん、なんかあったんだよね。それで、コメントのやり取りだったっけ、うん、で、サリーちゃんライブ行った方がいいよとか言って、なんかそういうあれだったような気がする、はい、そうで、ね、初めてお会いしました、村井さん、確か、はい、村井さん、僕も小説書きたいなと思ってます、うん、推理小説家、ハーレークイーンですか、ね、はい、皆さん期待してます、うん、ダンディーな、村井さん、出版実現したらメディカスでぜひご出演ください、よろしくお願いします。ヨネさん、予言、うん、2017年に商業出版の企画が通るロータスさん、
企画ね、すごい企画が通る。あ、すごいです。今年中に企画が通るね。はい、すごい。嬉しいです。なんか周りからこうやって言われるとね、はい、本当にね、うん、あ、本当になんか出そうな気が。でもそれが大切、はい、ね、イメージすることね、はい。あ、ね、シナモンさん、叶う、来年出版宣言、ね、うん。もこちゃん、北原さん、そういう関係、そういう関係です、うん。近藤さん、私はビッグになりたい。え、これ近藤さんなの？本当？すごいじゃないですか、近藤さん。ビッグになりましょうよ。松永さん、どんどん夢が叶う、めでかつ、素敵な番組ですね。ありがとうございます。米谷さん、神戸さんへの恒例の紹介コメントができなかったのが今日一番の後悔です。もう今日2回やりましたから、米谷さん、大丈夫です。はい。あ、しほちゃん、行ってみたいです。同じ名字だからね、か、ね、渡辺って書いてあります。あ、そうだ。うん、ね、鍋さんも渡辺さんなんで、鍋さんも渡辺社長で行ってみたいですよ、ね、正解社長さんにお会いしてみたいです、ね、これ他にコメントなかったらも決まりだよこれ、うん。村井さん、ロータスさんに一刀両断してもらいたい米谷さん、シナモンさんって叫んでますけど、はい。もこちゃん、米谷さん大丈夫ですよ、ちゃんと神戸の神戸さんとミスインフォメーションインフォメーションしてましたからね、うん。はい、ちょっと待ってよ、ヨネさん、畑田サリーちゃんがゲストに出た時のメディカス大賞が当たり、うん、たね、サイン入りの CD を送っていただきました。そうだそうだったんだよ、だからライブ行ったんだよ。ロータさんとはおせっかい社長とともに会場でお会いしました、うん。はい、ご挨拶させていただきました。サリーちゃんのライブの時ね、そうです、はい、畑田サリーちゃん、はい、この間ライブやってね、はい、ワンマンライブ、うん、ねもこちゃんがね、ニューヨーク中です。これなんて答えたいかわかんないけどね、ありがとうね。松永さん、実際にロータスさんとお話ししてお人柄に触れてみたいです。 ありがとうございます。これなんて答えたいかわかんないね、でも気持ちわかるよ、松永さんね、わかりますよ。僕もね、触れてほしい触れてほしいね、はい。ということでね、はい、何かあの告知はありますか？たくさんちょっとあるんですけど、どうぞ言ってください。いいですかね、はい、どうぞ。よろしいですか、はい。まず、4月14日の金曜日なんですけれども、うん、恋愛勉強会ってやってるんですよ。恋愛勉強会、そういうのもやってんの？あの、カレトナーラって恋カレ研究所って言って、はいはい、あの40代の独身の男性の方を、はい、婚活する、婚活をこうサポートする。あれ、それは何、あの、はい、50代はダメなんですかね。50代、まあ、一応まあ40代が一応メインになってるんですけれども、はい、メインね、メイン、はい、メインです、はい。例えばこうちょっとね、結婚相談所へ行くのもちょっとなと思ってる方を、ね、こうその行けるようにとかね、あの恋をもう一回こうやってみようっていう気持ちにね、今日コメントしてくれてる方も何人かね、はい、対象者いますけどね。あ、そうなんですね、でその勉強会がおせっかいサロンで、はい、4月の14日の金曜日19時から、はい、はい、7時からね、夜のね、はいはいはい、午後7時から、はい、14日ね、そうですね、はい。でその時にはマネーアドバイザーの加藤博明さんって方がいらして、うん、まあ、恋カレ研究所のスタッフでもあるんですけれども、うん、まあ、お金のね、大切さとか、なるほど、節約術などを含め勉強会、はい、あと恋愛のね、はい、お話もしたいと思います、はい。それから4月15日は、はい、ね、おせっかい社長鍋さんの100回記念です。 AKB ランチ土曜日ね、そうです、今週の土曜日、ね、水越さんが、はい、もうゲストとしてね、メインゲストでいらしていただく、普段話さないことを喋っちゃいますから ね、はい。残りがあと残席4名って言ってました、ね、4名ですよ、はい。浅草橋なんですけど、これ交流会も兼ねてるからね、そうですね、すごい楽しいと思う。44名そうですよ、4名です ね、いらっしゃいますので、すごい人数が集まりますんでね、はい。場所どこでしたっけ？浅草橋ですね、浅草橋、はい、ね、浅草橋のパタティパタタという、12時からです、土曜日の12時からですよ、はい、皆さんね、はい、なんで、はい、おせっかい社長のブログなり、私のブログの方でも見ていただければと出てますからね、はい、思います。それから4月まだちょっとあるんですけど、あ、いいですよ、いいですか、全然いっぱい、もうゲストなんですからすいません、もうあと1時間でも2時間でも喋ってください、はい、すいません。で今度4月16日今度の日曜日ですね、はい、シナモンちゃんと、スーさんと一緒にやってます、恋する鍋の市って言って、はい、おせっかいサロンでもんんで、ね、そうなんですよ、恋する鍋の市って何、はい、何なんですか、やっぱり恋愛をね、したい方とか恋愛のこう気持ちをこうアップさせたいね、女性とかの
に向けての、いろんなセッションをね、うん、女性専門なんですね。男性も大丈夫です、はい、鍋さんの恋愛相談の窓口があったり、はい、シナモンちゃんのアロマの方のね、ちょっとこう女子力アップ の, ああのアロマがあったりとかしてます。村井さんが、はい、恋愛研究会40代までかってね、残念がってますけどね、まあ、メインですから、ね、メインね、あくまでも建前ですからね、はい、メイン、はいはい、で、今度4月の20日の、金曜日だったかな、20日は金曜日でしたっけ、20日は木曜日か、木曜日ですね、はい、なべさんと一緒にやってる BBTV が28回目になります。これと同じインターネットテレビ、はい、BBTV が、はい、夜7時からやる、19時からやるんですけれども、はい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 、ゲストがね、はい、女子プロレスラーのシードリング代表高橋七重さんがまた、はい、出た、出てくださるんですね、はい、うわ、うん、嬉しいですね、はい、七重ちゃん、はい、七重ちゃんがいらしてメディカスにもね、はい、ご出演いただきました、うん、はい、ね、こうシードリングももう選手が2人増えて4人になったんですよね。すげえな、はい、中島ありささん、ありささんっていう方と、うん、サリーちゃんっていう方がね、あのサリーちゃんじゃない、別でね、別にいるんですよ、完全に今スタイルが出てきたあのサリーちゃんじゃない、違う、ね、サリーちゃんと、はいはい、まあ、よしこさんっていうのが入れて4人でね、はい、始まってるので、またそれの話を伺いたいと思います。はい、はい、以上ですね。以上でね。はい、すいません。ね、はい、ちゃんとね、言わないとね、せっかく人たちに怒られちゃうんですけどね。あ、すごい、これから勉強会。ああ、あ、ね、はい、もこちゃん、予言。はい、しほちゃん、メディカス大賞ゲットおめでとう。これ予言じゃなくても確実でしょ、これ、ね。あ、小ゆかれ勉強会のね、うん、リンク、シナモンちゃんありがとうね、うん、米谷さん、おせっかい社長100回すごいですね、はい、本当、はい、ランチ会が100回なの、そうです、 AKB すごいよね、浅草橋、 AKB ってもともとだってあの AKB がデビューする前でしょ、あの AKB ってまた違うんですよ、いや、もちろん知ってるけど、うん、あのだデビューする前でしょ、そう、全然そうです、前に、はい、なんだっけ、浅草橋で AKB ですあ、それなんだ、そうなんです、浅草橋で AKB、うん、はい、あの AKB がデビューする前だもんね、全然前ですね、もう、いや、向こうが真似したんだ、だからそうです ね、うん、そういうことなんですね、そうです、恋愛計画ふむふむ、ヨネヤさんね、はい、うん、そう、ヨネヤさんとかね、村井くんのことを思ってさっき俺言ったんだけどね、ふむふむ、ちゃんと二人ともね、うん、分かってるようにコメントしてくれるからね、ちゃんとね、あ、恋する鍋の市入場無料、しまのちゃんね、はい、ありがとうございます、はい、ですね、はい、あ、北原さん、ありがとうございます、はい、北原さん、今日本当にね、見ていただきまして、うん、うわ、嬉しいです、コメント本当にありがとうございます、ありがとうございます、4月、はい、じゃなくて5月、はい、じゃなくて 5月20 横浜のクリフサイドというね、はい、昔からあるあの、ダンスホールがあるんですよ、はい、そこであの年に2回北原さんのパーティーが、はい、ダンスパーティーがあって、ダンスパーティー、あの生バンドですよ、はい、それでみんな食事をしたりして、あのみんなでその1階のフロアで2階席とかもあるんですよ、でみんなこう丸くなってて、みんな上からも見れるんですよ、1階でみんなバンドに合わせてこう踊って歌って楽しいのよ、で結構著名な方々も来てたりしてね、そこで知り合えたりするんでね、はい、これがいつだったっけ北原さん書いてる多分、うん、5月の26って何曜日、26は水曜日ですね、違います、あ、間違えた、じゃあ僕は違ってる、月曜日、あ、じゃあ違ってる、6月26かな、6月26って何曜日、26は月曜日、違う、これやばい北原、パーティーの日いつだっけ、あ、ごめんなさい、北田さん書いてくれた、6月29日北田さんすいません、申し訳ありません、6月29日, 6月29日、クリフサイドね、ダンスパーティーありますからね、これ本当に楽しいですからね、皆さんぜひあのクリフサイド横浜6月29日行きましょう、はい、あとですね、はい、谷垣くんね、地球上のどこにいてもプレゼント届きます、うん、うまいな、前回わざわざオーストラリアまでありがとうございましたね、あのメディカス大賞当たったことがあって、はい、オーストラリアに送りましたよ、すごい、はい、全部さ、モズ君へのメッセージがぴったりしっくりきて、私からもモズ君焦らず頑張ろうと声をかけたくなりました、ありがとうございます、嬉しいです、米谷さん、
ここの視聴者のリンク貼り付けるのが抜かりがないね。本当すごいでしょ。そう、全部さんも6月29日ですよって言ってくれる。本当すいませんね、申し訳ありません。皆さんご協力いただきましてね、本当ありがとうございます。ですね。あ、米さんが、しおちゃん、メデカス大賞おめでとう。しおちゃんが、ありがとうございます。かっこ笑いって。もうしおちゃんで決まりだな。うん、もうしおちゃんで決まりだよ。しおちゃん決定。わあ、もうおめでとうございます。ぜひね、4月の26日の水曜日なんですけど、はい。ぜひね、予定入れてくださいね。はい。ご連絡お待ちしております。番組中に決定。はい、ね、素晴らしいです。来てください。予定入れといてね。はい。あ、ね、シナモンさんもね、水越さんもゲスト AKB ランチ残席4名ということでリンク貼ってくれてます、うん、ね、もしご興味ある方はね、一緒に行きましょう、ね、はい、あとシークレットゲストもちょっといらっしゃるんでね、おーっと、はい、シークレットゲストで、楽しみですね、はいはい、自分のことじゃないですか、ね、いや違いますよね、はい、あ、村井さんが AKB 商標登録してもらしてたら俺ががっぽりむしり取ったものをよくわかんないですけどね。しおちゃん、村井さんの年代だとダンスパーティーのことをダンパ、あ、ごめん、ダンパです、そう、ダンパ、その通り、ダンパなんですよ、ダンパ、ダンパっていうイベント名なんです、うんうん、はい、クリフサイドでね、6月29日、ダンパ、本当楽しいんでね、ぜひ皆さん来てください、もちろん、北川さんもギター弾きますんでね、この間はね、あの、ほら、翼のオルタエンジェル、誰ですか、中村あゆみさん、来てくださって、はい、歌ってみんな盛り上がっちゃって、あのね、歌声、すごい素敵ですよね。素敵ですよ。ということでね、ん、村井さん、はい、あ、社交界ね、はい、ありがとうございます。で、今日もね、たくさんのコメント、はい、ありがとう、あ、全部さん、メディカスゲストプレゼント番組中に決定ということでね、ありがとうございます。本当にね、素晴らしいですよ。で、あの、上山さんもね、さっきあの興味あるカード、はい、あの、スカイプでもね、はい、スクールやってますんで、はい、あの、ぜひお問い合わせください。これでも一つやり方覚えてると、コミュニケーション人とね、本当そうなんですよ、取れるからね。で女性だけではなくて、うん、毎回男性の方も受けていらっしゃって、で今、ご期生ではあのアテネ の, あの森さんですよ、森高弘さんアテネの競泳の日本代表ですよ、はい、でメディカスにもご出演いただきました、はい、彼も受けてるんですよ、今、プール泳ぎながら泳ぎながらじゃないんですけどもお仕事のね、泳ぎながらじゃないんですけどって言われた時に従業員の方にもね、こう指導っていう形でも、いいよね、うん、いろんな言葉っていろんな言い方があるので、はい、はい、それで、ん、あ、ね、すごい、森さん本当にいい男なんですよ。素敵、素敵ですよ、タイミングすごい今、ね、ぴったりでしたね。すごい、ね、そうなんです ね、はい、だからね、本当は言葉っていろんな言い方があるので、いろんな言い方の言葉のチョイスがここにあると。人それぞれにお話ができるので、なるほどね、よりその人たちとあの信頼関係も深まるし、これなんかね、はい、いいのはね、うん、その他のなんか占いと違って、はい、何かこうビシッとこうやるよりは何かね、うんうん、こういう なんて言うんだろう、こうじわじわ来るんだけど、そうそう、やっぱりそうだよね、でもよく考えると確かにそうだそうだっていうような、うん、自分でそういう心持ちになれるというかね、そうですね、うんうん、それを伝えてます、うん、はい、ね、はい、あ、ヨネさん、本当にしおちゃんおめでとう、うん、本当になっちゃったじゃんって、しおちゃんもわーいって言ってますけどね、本当おめでとうございます、はい、ということでね、今日もね、はい、たくさんの、方々、からコメントいただきました、うん、皆さんのこのコメントのおかげでね、メディカス本当に盛り上がります、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。番組に決まっちゃったからね、メディカス大賞ね、本当に嬉しいですよね、はい、北原さんも本当にコメントありがとうございました、ありがとうございます。何でも鑑定団でおなじみのね、はい、おもちゃの鑑定士北原照久さんね、はい、にもコメントをねたくさんいただきまして本当にありがとうございます。森さん、バーで飲みながら見てます。森さん、アテネオリンピック競泳日本代表の森さんがね、うん、今、はい、かっこいいです ね、森さんはねすごいんですよ。もうね、このカードのね、この絵からでもちゃんと読み取れるんですよ。本当、そうなんです。この前あのデイワンをねやったんですけども、もうこれで結構すぐできちゃう、ね、森さんベタ褒めですよ、うん、はい、ねえ、カイさん、しおさん、おめでとうございますということでね、はい、ありがとうございますということで、はい、今日はね、ロータスさんに、
エンジェルカードもね、いろいろやっていただきまして、はい、私も本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひですね、はい、鍋社長によろしく、はい、本当にお伝えくださいませ。もこちゃん、最後のコーナーをやってから終わると言って終わらない、この自分 TV のダラダラ感が好きです。本当にね、終わる終わるって終わらないからね、本当。さっきね、もう終わるって言ってか、もう20分ぐらい経ったんですけどね、本当にね、ありがとうございます。あのね、僕自身もね、はい、なんか終わりたくないっていう気持ちになっちゃうんだよね、ついつい、ね、うん、ごめんなさいね、本当皆さん引き延ばしちゃってね。ということで、もう言ったよね、はい、夢言ったしね、はい、全部終わって、で最後にメディカツポーズをね、はい、やりたいと思います、はい、このメディカツポーズというのは、夢を叶える開運メディカツポーズですから、開運ぜひね、見てる方もギャラリーの皆さんもね、ご視聴してる皆さんもやってくださいね。ちょっと練習しましょうか、はい、あのカメラに向かってね、はい、いきますよ、はい、指をまず2本ですね、はい、火曜の夜を楽しむには、で M を作ります、下から出します、メディ、メディ、かつて顔のみ、顔のみ、かつて、そう、はい、で、ここでいい顔してパーって光り輝くね、そうそう、じゃあ僕が言いますよ、はい、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、いいですね。じゃあ皆さん、視聴者の皆さんもね、開運メディカツポーズ、これやると夢叶いますからね、はい、いきますよ、ちょっと待ってね、いきますよ、火曜の夜を楽しむにはメディカツ、長い、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、いかがでしたか、メディカツ。でもすごい楽しかったです。本当ですか。で、たくさんのコメントもいただいて、ね、すごい光栄です。本当嬉しいよね、はい、こういうコメントが来るってことはね、うん、皆さんのおかげですよ、うん、なんですか、でこう皆さんでこう見てていただけるって、ね、こう安心感、安心感ね、ギャラリーの皆さん、本当にありがとうね、そうね、しおちゃん、終わる終わる詐欺ってね、本当そうなんですよ。はい、水越さん、試験配信で、そうなんですよ、この間ね、試しにはい、Facebook ライブ動画のパソコンから、これスマホでやってますけどね、はい、今度パソコンからもできる、はい、ちょっとこの間試し配信を夜結構遅い時間に試し配信でやったら、はいはい、1時間半やってました、ね、1時間半楽しくてそれコメントしちゃってね。ヨネヤさん、伝えるじゃなかった、火曜の夜を楽しむのはメディカス、この伝えるっていう、ツタちゃんっていうのをヨネヤさんがやってるんです、うん、伝えるチャンネル、ツタちゃんね、はい、モコちゃん、北原さん、あなたを応援 TV にもご出演くださらないかな、水越師匠プッシュお願いしますね、はい、今度北原さんにもね伝えておきますよ、お疲れ様でした、メディカス今日も楽しい時間ありがとう、おめでとうメディカスということでね、あんと皆さんたくさんコメントありがとうございました。Facebook ライブ動画の方もですね、あ、国吉さんありがとう、ありがとうございました、楽しかったです。北原さんから今コメント来まして、いいよっていうコメントをね、もこちゃんが来てますんで、ちょっと今度話し合いましょうね、話し合いましょう、ちょっと俺も焦っちゃったよ。北原さん本当ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ということで、はい、メディカツですね、また来週お届けしたいと思います。ちょっと待ってね、エンディング出しますからね、これですね、はい、教えてもらっちゃって、はい、皆さん本当にどうもありがとうございました、ありがとうございました、メディカツまた来週お届けしたいと思います。素敵な1週間をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら、ありがとう、エンジェルカードみんな。